どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。昨日の夜8時にですね、三国志波動の公式生放送がありましたね。で、僕初めてですね、生放送リアルタイムで見させていただいたんですけども、結構面白かったですね。なかなか衝撃的な内容が多かったんですけども、リアルタイムでね、たくさんの方と一緒に見るっていうのは結構面白いもんだなということでですね、また次回もあればですね、なるべく時間合わせてですね、生放送参加してコメントなんかもたくさんね打ちたいかなと思ってるんですけども、結構そのチャットの方でですね、動画見てますみたいなことをおっしゃってくださってる方がいらっしゃいました。どうもありがとうございました。これからもご視聴ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、見れなかった人なんですけども、まあ、アップデートの情報っていうのはかなり気になってるんじゃないかなと思うんで、見返したいって思ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっと長いんですよね。1時間20分ぐらいあったんかな。で、実際は2時間予定してたんですけども、なぜか40分ぐらい短縮されましたね。多分もう尺伸ばしがきつかったんやと思いますけどね。で、その1時間20分の中に波動のゲーム内容の紹介みたいなね、もうやってる人やったら知ってるわみたいな内容も結構尺割いてやってたんですよね。で、さらに声優さんがねクイズに答えて、で、正解した数かける宝玉が100だったかなをアップデート後にユーザーに全員にプレゼントみたいな企画もやってて、それは面白かったんですけども、まあそういうのええからアップデートの情報だけ知りたいという方はですね、結構そのこの波動の生放送のアーカイブですね、見直すのきついんじゃないかなということでですね、生放送の内容でアップデの部分だけですねの情報をピックアップしてですね、皆様にお届けさせていただけたらと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。そしたら始めていきましょう。まずはこちらの画像をご覧ください。はい、こちらの発表があった時が一番チャット欄荒れてたんじゃないですかね。すごかったですね。SSR を超える UR 部署が登場ということなんですね。3月10日水曜日から第1弾として UR 超運と UR 劉備が登場ということなんですけどもね、これはちょっとどうなんですかね。僕自身率直な感想をお伝えさせていただきますと、ちょっと早いのではないかと思いましたけどね。まあ、ただトップ層の方ですね、しっかり加減されてる方っていうのはもう武将の育成要素がない感じになってるんじゃないかなと思うんですよね。もうレベル、あとグレード昇升なんかはもう全て完走してるっていうことだと思うので、あとは武器防具、あと文物ぐらいしか鍛え上げるところがないっていう状態になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、そんな状態が長く続くと、その一番引き止めたいであろうその重課金者の方がゲームから離れるっていうのが懸念されると思うんですよね。なんでその育成要素を少しでも追加してですね、重課金の方が飽きないようにするっていう措置で今回 UR が出たんじゃないかなと思うんですけども、そのトップ層とその無課金の方の差っていうのが割とでかいゲームになってるんでね、その育成環境ですねにだいぶ差が出てるっていうことなんで、それでまあちょっとこれはもうついていけないわっていう意見ですねがものすごい多かったかなということですね。歓迎するチャットは一個も見当たらんかったレベルでですね、非難の嵐でしたけどね。まあこういうのが出るということですね。で、さらに UR の中でもですね、この趙雲はテンプが1100で劉備が1000ということになってるんで、その差別化が図られてるということですね。 SSR でもですね800、850、900という感じで差別化されてるんですけども、 UR に関しては今のところ1000と1100が出る予定だということになってそうですね。そしたら次の画像を見ていきましょう。はい、これは UR のゲット方法ということなんですけども、超級剣霊で手に入れようということになってますね。超級剣霊は優勝宝玉だけでなく一定時間経過ごとに1回無料で実行できる機会がありますということで、ここら辺は大級剣霊とか級剣霊と同じですね。で、実際無料までですね、何時間やったかな、36時間だったかな、で1回無料で引けるということなんですけども、これ確定までですね50回かかるんですね。で、そのまあ50回までに引ける可能性っていうのはおそらくあるんじゃないかなと思うんですけども、相当に確率は低いんじゃないかなということですね。で、50回この超級剣霊無料で回そうと思ったら75日かかるって言ってたんかな。なんで75日毎日きっちり回し続けたらこの UR は必ず手に入りますよということを言ってました。
で、今のところ2種類、超運と劉備ということなんですけど、おそらくこの75日経つまでに追加されるんちゃうかなと思うんですよね。で、また次75回引いて、こう覚醒っていうか、詳細を上げれるか上げれんかみたいなところあると思うんですけども、やっぱりさすがに詳細上げんことにはですね、この上げ切った SSR の方が強いんじゃないかなと思うので、実戦投入しようと思ったらやっぱり課金せんかったらどうにもならんのじゃないかなと思いましたけどね。で、ここには書いてないんですけども、合わせてですね、第9剣霊で、聴覚、聴領、聴歩、この言ったら、戦術霊でですね、戦術札で、取れた武将ですねの第1弾の聴覚、聴領、聴歩がこの第9剣霊ガチャで出るようになるということも言ってましたね。なんでここら辺は生放送見てなかったらわからん情報ですね。この画像はツイッターから引用させていただいてるんですけども、ツイッターには記載されてなかった情報となってますんでね。なんでこの第9剣霊今引くんはやめといた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。聴覚が欲しいとかいう方は今はちょっと我慢して、でいざ実装されてから回すという風にした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。ただね、僕この第9剣霊に入るっていう予想をですね、当初してなかったので、聴覚ね、有効度に変えちゃいましたね。交流ポイントに変えてしまいました。すごい後悔してるんですけども、董卓とか袁紹ですねは現状一番強いと言われてる武将たちですよね。なんでおそらく今後も強い状態維持してくれるんじゃないかと。まあもちろん UR を除くですけどね。なんでその早まってですね、董卓と炎症に関しては有効度を交流ポイントに変えないようにしておくことをお勧めしたいですけどね。そしたら次の画像を見ていきましょう。はい、こちらはですね、 SR 武将を強化して SSR 覚醒武将に進化可能にと書いてありますね。でこれ左が観光で右が長方って言ってたんかな。ちょっと絵柄が変わってますよね。対象となる SR の有効度を集めて SSR 武将の有効度を獲得できる新機能、覚醒や求人、交流で手に入れようと書いてるんですね。なんでこれ今 SR のその有効度ってもう小生ランク最大にして余ってる状態っていう方もおるんじゃないかなと思うんですけども、僕みたいなね、美課金無課金の方言うたら、その余った有効度っていうのを交流ポイントに変えてるんじゃないかなと思うんですよね。なんでこれはちょっと一旦ストップした方がいいんじゃないかなと思います。 SSR に変えることがっていうか、こう覚醒させることができるみたいなんで、で有効度を集めてと変えてあるということは、今持ってる有効度っていうのがそのまま使えると思いますのでね、置いておくべきかなと思いますけどね。まあ、もちろんこの3月10日からアップデートでですね、今まで持ってた有効度を使って覚醒させるというのではないですよということだったらですね、これまあ SSR 武将の有効度を獲得できるって書いてますからね、ちょっとここら辺がグレーゾーンなので、もしですね、まあ使えないっていうことだったらですね、その時に交流ポイントに変えても遅くないんじゃないかなと思います。今慌てて交流ポイントに切り替える必要はないかなと思うんですけどね。で SSR になることによっておそらく技能が一つ追加されて、ステータスが SR から SSR 向けに修正されるんじゃないかなと思いますけどね。で、一応ですね、あれはグレードか、グレードの上限に関しても SR より SSR の方が高かったと思うので、そこら辺も修正されるんじゃないかなと思います。でですね、これやったぞと思ったのがですね、僕光純一応もう完走させてるんですけども、完走させた後もですね、有効度をずっと集めてたんですよね。今北条を抑えてるんで、そのもう完走させてる光純の交流ポイントを有効度を無駄に買ってたんですよね。絶対これなんか星8とかにできるようになるわと思って凍ってたんですけど、まさか SSR になるとは思わなかったですけどね。なんでそうやって貯めた有効度を使えたらいいなと思うんですけども、ここら辺はまあちょっと蓋を開けてみないとわからないという部分ですね。そしたら次の画像を見ていきましょう。はい、こちらは研究に関するアップデートですね。研究がパワーアップ、分野ごとの研究で個性を磨け、研究に新たなツリーが登場、都市研究で防御、陛下研究で攻撃力を高めようということが書いてありますね。なんで今のツリーって言うたらいいんですかね、僕ずっと C と言うてましたけど、あっこの研究がもうほとんど終わってるっていう方って少ないんじゃないかなと思うんですけどね。しっかり課金されてる方だけだと思うんですけども、これも UR を追加させたのと同じでですね、その
最先端を行ってる方に育成要素を与えて飽きさせないというのが狙いなんじゃないかなと思うんですけどね。これでまたどん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 こうなんか上位の方と力の差が開いていってしまうんじゃないかなということで、ちょっと辛いなっていう部分ではあるんですけども、ゲームを存続させるためには仕方がないのかなという気がしますけどね。ここら辺のバランス感覚っていうのはですね、もう運営さんに委ねるしかないんですけども、あんまりにもこうやってどん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 新要素追加していってたらですね、育成が終わってないのにさらにこうどんどん新要素が追加されるっていうことで一向に追いつかない、もうだったらやめたっていうことになる、こう美課金とか無課金の方が多くなってくるとですね、この全体的に盛り上がらなくなってくるので、そうなってきたらまた重課金の方もですね、ゲームから離れるっていうことも起こりうるんですよね。なんでね、この難しいですよね。僕は運営さんでも難しいと思います、ここの部分はね。ただやっぱりその重課金者の方がいないとゲームっていうのは成り立たないのでね、そこを主軸に置きながらこういった方が離れないようにしつつ、美課金無課金の人も楽しめるっていう方法を常に模索し続ける必要があるのが、こういったソシャゲの運営さんなのかなという気がするんでね、これからも頑張ってもらいたいかなと思うんですけどね。でなんかここシートの中身ですね、でもなんかこういうところを解放したら、その言うたらシートの能力っていうのは他のシートを選んでても発動されるとか、まあいろいろ言うてましたけどね、ここの部分はね、僕はちょっと納得がいかなかった部分でもあるのが、そのちょっと前ですね、3ヶ月ぐらい前ですかね、のアップデの時にこの焦点で買える研究素材ですねがリセットされましたよね。チャラになってしまったじゃないですか。で僕その24時間9銭とか使って貿易を抑えて、で、めちゃめちゃその商店のストップっていうのを貯めてたんですけど、結局それが買い切れんままこうチャラにされてしまったので、でその後にこの研究素材をまた大量に必要になるようなシステムをぶっ込んでくるっていうのはですね、さすがにその言うたらストップチャラにされたんが納得いかなかった人を魚でするような内容なんじゃないかなと思いましたけどね。まあただまあここの部分もね、あんまりもうグダグダ文句言うてもしょうがないので、まあコツコツ頑張っていこうかなと思いますけどね。そしたら次の画像を見ていきましょう。はい、こちらは人形要素ですね。舞台編成で人形が設定可能に、研究で新たに取得できる各陛下の基本人形と都市開発で手に入れられる防御系の4つが登場ということなんで、この人形もどんどん追加される可能性はありますけどね。このシステムが発表された時はね、概ね好意的なチャットが多かったですね。唯一じゃないですか、この言うたら人形が出ますよっていう時にはですね、いいねいいねっていう感じでみんな書いてましたけどね。僕もこれは面白いんじゃないかなと思います。この言うたらオフラインでの三国志のこれ何本だったかな、9だったかな11だったかなっていうのに、こう結構法屋とかあと円月だったかなとかいうこう人形とかがあって、結構そのこういう時はこの人形みたいなのがあって面白かったんですけどね。これで多少舞台が硬くなったり中途に意味を持たすような内容だったらですね、いいなと思うんですけどね。これはちょっと楽しみですけども、まだこの細かいことは出てないっていうのとですね、研究シートを頑張らんかったら人形も手に入らないっていうことになりそうですね。なんでここら辺でも差が出てくるのかなという気がしてますけどね。そしたら、次の画像を見ていきましょう。はい、この画像はですね、勢力走破の予告になってますね。多分この生放送を見てた人が一番聞きたかった部分やと思うんですよね。三国権定律かな をモチーフとして、義語ショックの3勢力が登場。全てのプレイヤーがいずれかの勢力に割り振られ、勢力の拡大を目指す。勢力走破の開催中も他のイベントは並行で開催されるということなんですけども、残念ながらですね、この勢力走破に関しては目新しい情報はほぼなかったかなという気はしますけどね。なんかこういう風なことになりますよとか、なんかこの義語職以外にも司令っていう地域が出ますよみたいなことはいろいろ言ってはおったんですけども、なんかこうかゆいところに手が届かない内容って言ったらちょっと言い方が悪いかもしれないですけども、なんかここまで詳しい内容っていうのはですね、出てなかったので、この勢力走破に関してはそこまでまあこの見直してまでこう情報を得なくても
特にその言うたらガチャにね超過が追加されるだとか、あとまあその SR が SSR に覚醒できるとか、そういったまあ事前に知っといた方が良かったないよっていうのはですね、ほぼなかったんじゃないかなと思いますけどね。ただこの画像に説明されてないことで生放送で言ってたのがですね、だいたい3ヶ月ぐらいを予定しているということでしたね。これ僕もうちょい長いんかなって思ってたというか、決着がつくまでやるんだろうなと思ってたので意外でしたけどね。そしたら3ヶ月経ったら今の状態、この言ったらゲームいろいろこうもう主要都市とか楽よとか、まあ、占拠されてるじゃないですか。あれってどうなるんですかね。ここそのアップで前直前のデータに戻されるんですかね。それともまた一からやり直しなんでしょうか。多分僕は後者なんじゃないかなと思うんですけどね。なんで3ヶ月と言うても3ヶ月後はまた新たなイベントみたいなことになるかもしれないですね。このサーバー対抗戦とかね、こう期待してる方も多いと思うんですけども、そういう風に移行していく可能性はあると思うので、その今やってるゲームっていうのが帰ってくるっていうことはないんじゃないかなと。もうシーズン1は完全にこの3月の9日でおしまいなんじゃないかなと思うんですけどね。まあここら辺は予想の範囲を出ないという感じですね。そしたら次の画像を見ていきましょう。次がラストかな。はい、こちらはですね、その他アップデート内容ということになってますね。求人演出の見直し、レアリティと演出の親和性を向上ということが書かれてますけども、今だったらですね、こうピッて巻物を開ける前に赤とか紫とかあるじゃないですか。でその後に濃い竜画廊みたいな感じで出ると思うんですけども、ここら辺がその言うたらいいやつが出てもなんか実際のガチャの内容と伴ってないみたいなことがあったみたいで、それをですねやっぱりいい演出が出たらいい武将が出るみたいな方向に持っていきたいみたいなことをおっしゃってましたけどね。で、ここが発表された時にすごい年貢案件とかね、年貢さん年貢さん言うてこうチャット欄にね、年貢という文字があふれ返ってたのをね思い出しますけどね。これによってですね、まあこう年貢さんのあのガチャの時のね内容というのが少し変わってくるんじゃないかなと思いますのでね、ここら辺はちょっと楽しみにしてますけどね。で、総合力上位10名の君主はマップ上の都市に勲章を表示ということが書かれてますね。これはまあこうパッと見やばい軍団に所属しとるでっていうのが分かるようになるっていうことみたいなこともね、生放送では言及してましたけど、まあそうですね、こうなってくると10位目指してなんか勲章をもらおうかっていう軍団も出てくるんじゃないかなと思いますし、これによって何かこう悪いことが起こるということはなさそうですけどね。まあ別にこう可もなく不可もなくといった内容じゃないでしょうか。で、軍団職の登録できる数を増加、30から50、これはありがたいですね。やっぱり30では足りないので、僕も結局そのあまり見かけない軍団さんとかの色っていうのは解除してたりしてたんで、50にしたらですねだいぶ変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。で、部隊に対する命令変更時、先方ゲージを出荷するように変更、これは大きな変更ですね。今だったらですね、工場とか、あと、まあ、拠点ですね、あともしくはどうしても飛ばしたい相手を攻撃するときって言うたらですね、一回族とかを買ってゲージを貯めて、でどっかに駐屯してゲージ溜まってる状態で武将を待機させて、で攻撃を目標を設定することによってですね、その目標に到達した時に即先鋒が撃てるみたいなね、戦い方をしてる方が多いと思うんですけども、その新たにですね命令したらこの先鋒ゲージがチャラになるって言うたらですね、そういった戦い方はできなくなるということなんで、その少し施設とかあと都市が硬くなるっていう感覚になるんじゃないかなと思うんですけどね。これはですね UR とかあとまあ研究シートが追加されたことによってですね、さらに火力のインフレが起こってると。で現状すでに拠点とかが柔らかいっていう状態なのに、そんな感じでインフレを加速させてったらですね、ますます柔らかさがこう加速するということでですね、ちょっとでもこう硬さを維持するためにこういったまあこう変更が行われたということになるんですけども、これするとですね、もうその先方発動しないっていう選択ですね、あの先方ゲージの上にこうタップするところがあって、で先方っていう文字のカラーを消したら先方が発動しなくなりましたよね。あれがいらなくなるんじゃないかなと思いますけどね。まあこの発動させたいタイミングでとかそこまで測ってる人だったら別ですけども、あっこはもしかしたら削除されてしまうのかもしれないですけどね。で次、君主の総合力の計算から、所持拠点の情報を除外ということで、
今拠点をたくさん持ってる方が総合力が高くなりますよね。それがなくなると、これはいいんじゃないかなと思いますけどね。拠点持ってる人が総合力あるっていう考え方だと、その実際強い人がたくさんいる軍団より総合力が、その拠点をたくさん持ってる軍団の方が高くなるみたいなことがあるので、その軍団の強さとか個人の強さの指標となり得ないということだったんですよね。なんでそこら辺が是正されますよということですね。で、前回の兵法書の設定を呼び出せる機能の追加ということで、これまあそうですね、工場とかやったら攻撃力を上げるっていう兵法を設定する方が多いかなと思うんですけども、それを一時設定、選び直さなくてもそのまま設定しておいたらそれが勝手に出てくれるということになるということみたいですね。これもいい要素かなと思いますけどね。で、最後、自投資マップに9000負荷時間の表示を追加、他多数ということなんですけど、これね、僕周りのプレイヤーの9000があと何時間残ってるかっていうのが見えるっていう風に勘違いしてて、それやばくないって思ったんですけど、おそらくこれはその自分がその9000貼ろうと思ったら、あと60秒9000貼れませんとかで出るじゃないですか。あれってけど9000を貼ろうとせん限りその表示って出ないんですよね。それが常に出てるようになりますよっていうことだと僕は解釈し直しました。なんで、これも要素なんじゃないかなと思いますけどね。でですね、ここには書かれてないんですけども、その生放送でちょいちょい言われてたのが、全体的に硬くするということは言ってましたね。拠点の耐久力を見直したりだとか、あとプレイヤー都市の耐久値なんかも見直すみたいなことはおっしゃってました。で、見直した上で先方ゲージも初期化するようになるということだったらですね、ちょっと硬くなるかなっていうところですね。ここら辺は期待したいですね。でですね、僕、前の前の動画だったかな、この3つ直してほしいところ、修正してほしいところがあるんやみたいな動画を作らせていただいたんですけども、その3つのうちの2つはなんか直りそうと言いますか、修正されそうな気しますけどね。で、1つが硬さですね。その拠点とかプレイヤー都市の硬さをなんとかしてほしいっていうのは、まあなんとかしようと思ってますいうことは言うてましたし、あとその戦術札で手に入る武将っていうのを、なんか交流ポイントおよびなんかガチャで手に入るようにしてほしいって言ってたのも、その聴覚聴量聴報が追加されるということで、ここら辺も修正される方向と、おそらく炎症等々もこのうち入ってくるんじゃないかなと思うんですけどね。で、あと一つ最後のそのサーバー強化ですね。とにかく落葉とか人が多いところが重たくなって、ロックスっぽゲームが操作できないのをなんとかしてほしいという要望に関しては特に言及されることはなかったですね。ただ、その辺僕が言ったことが全部が全部ね、治ってくれるなんて僕も思ってないですから、なんでまあちょっと僕、ただ僕が思ってたことっていうのは、やっぱり運営さんもなんとかした方がいいと思ってたと。まあ、よく解釈するとですね、そういうことなんじゃないかなと思うんでですね、サーバーに関してもですね、よほどこうお金がかかるっていうことでないんであればですね、もうちょっとなんとかしてくれるんじゃないかなと思いますけどね。なんかさっき言及されることなかったって言いましたけど、なんか負荷を軽くするような何かを考えてるみたいなね、サーバー強化というか、その演出面での負荷の軽減みたいなことは考えてるみたいなことをちらっとですけど言ってたような気がしますけどね。はい、いかがだったでしょうか。動画が23分ということで結構長くなりましたね。それだけいろんな要素てんこ盛りのアップデートということになってますね。なんか知らんけど毎月毎月のアップデートでですね、いろいろ変更点ありますよね。なんでまあこういったゲームっていうのはユーザーさんの声を聞きながら調整していかんことにはですね、なかなかバランスが取れない部分はあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ運営さんもこれからもうなんかユーザーさんの意見を取り入れつつみたいなことは最後におっしゃってました。で、それがまあ言うてるだけなんか、実際ちゃんとその意見を汲み取ってくれるのか、この辺は分かりませんけどね。ただね、ちょっと YouTube のチャット欄は荒れすぎかなっていうぐらい荒れてましたね。いや、あれは若干気の毒にはなりました。申し訳ないですけどね。で、僕一応ニコ生の方もですね、見てたんですよね。で、その録画もしてます。ニコ生の方をその録画してて、で YouTube の方でコメントを見てるっていう感じだったんですけども、で結構ねニコ生の方が10秒ぐらい早かったから、 YouTube ライブの方が10秒ぐらい遅延があったっていう感じなんですけど、
ニコ生のそのコメント欄は結構平和でしたね。人数が少ないっていうのもあったかもしれないんですけども、その流れるコメントはですね、概ねなんか平和な感じだったんですけども、その YouTube ライブのチャット欄は殺伐としてたなと思いますね。で、運営さんがなんかいろいろこうユーザーの書き込みですねを見ながら喋ってたんですよね。これがニコ生への書き込みなのか YouTube ライブの書き込みなのか、まあ、はたまた両方なのかこれは分かりませんけども、あの殺伐とした雰囲気のコメントを読みながら、この言うたらライブをやるっていうのは相当大変だったんじゃないかなと思いますけどね。で、僕自身も生放送結構やるんですけども、そしたらまあチャットをいろいろ書いてくださってるんですけども、ちょっとんって思うような内容があるとですね、やっぱ頭がねそっちに切り替わっちゃって回らなくなってくるんですよね。本来伝えるべきことやるべきことっていうのがですね、こうおろそかになってくるというか、こう脳のソースがですねそっちにこう振り分けられないみたいなね感じになって非常に難しいんですけども、まあ今回のその生放送は4人いらっしゃったんでね、そういったまあちょっと頭が飛んでしまうような時ですね、こう頭が真っ白になるような瞬間もですねフォローし合ってやってたんじゃないかなと思うんですけども、まあ普段ですね表に出ない人たちですよね、あの芸能人なわけじゃないので、この運営さんって言ったらねの人がですね、あれだけの非難にさらされながらこう平常心を保ちつつ喋り続けるっていうのはもう半分不可能なんじゃないかなっていうぐらい難しいことやと思うんですけどね。なんか伊藤プロデューサーの表情なんか見てるとなんか疲れてんのかなという気はしましたけどね、ちょっと気の毒にはなりましたけどね。ただあのだからといってああいう書き込みやめましょうねみたいなねことを言うつもりはないんですけどね、やっぱり皆さんそれぞれ思いがあってですね、でなおかつゲームが好きでね、やってるからこそ批判も出てくるんじゃないかなと思うんでね、まあそうやってその言うたら辛辣な言葉もですね、これはまあ言うたら誹謗中傷になってしまったらいけないですけども、批判ということだったらですねこれはまあ問題ないんじゃないかなと思うんですけどね。ただちょっとまあ気の毒だったなというだけのことでですね、やっぱり伝えるべきことっていうのはこういった形でしかなかなか伝える機会がないのでね、まあ、ただまあちょっと相手が素人さんということもあるんで、もうちょっとこうマイルドなこう言葉を選んで書いてもいいのかなという気はしましたけどね。まあこのアーカイブでもおそらくチャット欄見えるようになってるんじゃないかなと思うんで、気になる方はですねそちらの方で見てみていただけたらなと思います。こんぐらいかな僕が生放送を見た感想って言ったらですね、こんなところだなと思うんですけども、こう何5000人超えてましたね同説ね。これが多いのか少ないのかっていうのは分からないんですけど、なかなか同説5000人っていかないですよ。あの有名な YouTuber の方のそのライブとかでもですね、普段から生放送やらない人とかやったらそんな集まってないですからね、もう3桁とかいう人も多いんですよね。なんで5000人見てる言ったらなかなかだなと思いましたけどね。なんでまあ今度のその生放送があるのかどうかわからないですけど、あの昨日の様子を見てたらもう生放送したくないなって思うんじゃないかなと思うんですけどね。まあ僕なんかは楽しみにさせていただいてるので、ぜひぜひですねその生放送の方もですねこうアップデートのたびにですねやっていただけたら、こう見れるときは見させていただけたらなと思っております。あと最後にですね、もうちょっとチャットとかあとコメントの内容を拾ってくれてもよかったんじゃないかなと思いますけどね。結構その拾ってくれなさすぎて生放送である意味っていうのがあまりないような感じになってたんでね。で一応あのスパチャがその解放されてなかったんですよね。これはですねスパチャ解放してしまうとスパチャに載せて書かれたコメントっていうのは拾わなあかんようになるじゃないですか。で、拾うことによってなかなかちょっと都合が悪いことっていうのも出てくるんじゃないかなと思うので、スパチャ解放してなかったのかなと思うんですけどね。もう僕なんかスパチャする気満々でね、スパチャに全部コメント載せたろうと思ってたんですけど、残念ながらこうお金を投げることはできなかったという感じなんでね、次回やるときまあよかったらスパチャの方もね解放していただけたらなと思うんですけどね。まあここはね実現されるのじゃないかなとは思いますけどね。まあちょっと今こう動画見てくださってる方ですね、30分ぐらい僕ずっと喋っておりますけど、ここまで付き合っていただきましてどうもありがとうございます。まあ付き合っていただけた方はですね、また次回もですねこう一緒に生放送楽しんでいけたらなと思います。
思いますんでね、まあ、やめんようにしていただけたらなと思います。ゲームをね、よろしくお願いいたします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。